系バトチャンネル、はい、新年明けましておめでとうございます。 NHK バトチャンネルカズです。今年はですね、まあ、2023年、まあ、1月だし、まあ、どんどん動画紹介していこうと思って今回も早速紹介していきたいと思います。その動画の内容なんですけど、1個前の動画でヨドバシのお年玉箱掃除機の夢みたいなのを開けたんですけど、買ってそれ2万円ぐらいのかなを買って開けて、もう比較的僕的には割と良かったじゃんみたいな、微妙っすよ、微妙なんだけど微妙の中では良かったなっていうのがあってと思ったら、僕年末にレセプションっていうスニーカー屋さんかなんか、最近オープンしたスニーカー屋さんかなんかの抽選にそういえば応募してて、それがもう間もなく届くっていうので、まあ、今日までちょっと年末年始旅行行ってたんですけど、帰ってきたら僕が買ったのは1万6000円のスニーカーの福袋と3万3000円ぐらいのスニーカーの福袋2つ抽選で買って、まさかのどっちも抽選当たってたので、まあ、それを開けていきたいと思います。はい、じゃあ持ってきました。こちらですね、こちらがその抽選で当たったスニーカーの福袋の多分ね1万6000何本みたいなやつ。今年は iPad を使います。本当当たったんかみたいなのが割とインターネットでよく出てたんで、これですね、見せていいのかな、わかんないけど、これで抽選1万6500円のやつが当たりましたみたいな、当たりました。注文内容26センチ、あ、送料とか入れると1万7000円ぐらい、1万8000円ぐらいですね。こんな感じです。このレセプションスニーカーっていうところで買ったところ、まあこの会社はね、あんまり僕よくわかんない、会社とかお店よくわからないんですけど、まあスニーカーの福袋ってツイッターとかでたまにやってる人とか見かけるんですけど、まあちょっと心配なので、まあ店っぽかったんですよ、買ってみました。この完全未開封からの開封になるので、こんな感じで、はい、1月3日撮ってる今日に届きまして、でこうね、ほらもう完全に未開封です。はい、でここにね、多分最初何のヤマとかなんか書いたかなと思ったら、これ26センチの 26.0 ですね、これになりますので、これをちょっと開けていきたいと思います。いや、まあ、前回の動画見てくれてる方はですね、見てもらいたいんですけど、カッター使うといいです。なので開けていきます。まあね、なんか1個しか入ってないのでテンポよくいきましょう。おっ、え、あれかな、エアジョーダン4とかじゃない、はい、カズです。すいません、一通り動画を撮影し終わった後に1万6500円の方がこのエアジョーダン4が入ってたと思ってて、やったーと思って、じゃあ逆に3万3000の方はいつ届くんだろうなと思って、レセプションさんのサイトから確認したところ、いや、すいません、逆でした。これが3万3000円のスニーカー福袋に入っていたやつってことです。こんな感じですね、はい、3万円の袋で配送が完了しました。はい、こんな感じですね。で1万6500円の方、じゃあいつかっていう感じなんですけど、まだね、届いてないんですよ。1万6500円の方はこんな感じ、1万5000円、まあ1万5000円の消費税で1万6500円の方は、配送状況が、発送準備中ですってことなんで、まだ1万6500円の方は発送されてないので、いや、すいません、僕ちょっと勘違いしちゃって、なんかずっとツイッターとか見てたら3万円の方は2足入ってて、1万円の方が、1万6000円の方が1足だと思ったんで、1個の箱だったから、あ、これじゃあ1万6000円の方だと思っちゃってたんですよね。いや、勘違いしちゃいました。まあ、いずれにせよ3万3000円の方はこのエアジョーダン4入ってました。で、この後の動画なんですけど、これも撮影して編集して終わってから気づいたんで、また間違えてましたって動画撮るのがちょっとしんどかったんで、この後はもともと1万6000円だと思って開けてるんで、めちゃくちゃテンション高いんですけど、この後の動画は全部3万3000円のにこれが入ってました、でも僕は1万6000円だと思ってますっていうギャップがめっちゃあるんで、そこは勘違いしないでください。まあ、飛ばしてみた、ここ飛ばしてみた方とか、え、マジ1万6000円のに3万3000円入ってるの、うわーみたいになるかもしれないですけど、そうならないようにちょっとそこも修正のテロップみたいなの入れておこうと思います。すいません、勘違いしちゃいました。じゃあ引き続きこの後の、1万6000円のにこれが入ってたと思ってる動画ご覧ください。
わからん。さあ開けて出してみましょう。これがね16,500円なんで、まあちょっとね前回のヨドバシの時もやったんですけど、ストック X っていう海外のスニーカーのサイトで、まあ、何円ぐらいのものなのか、16,000何本で、まあ送料って正直こっちのもんだから16,500円より、まあ得したか損したか、それから俺が履けるか、履きたいなって思えた靴か、いやいらねえなって思った靴か、まあ、ここら辺でレビューしていこうと思います。さあ出します。ドゥドゥン。箱は黄色。エアジョーダン4レトロって書いてあります。まずいぞこれは。結構まずい。なんとなくまずい予感がする。では開けていきます。ダダンダンダダン。あまずい。いやーマジか。これね、あちょっとこんな感じで結構もうなんていうの、まあ、超新品、超新品ですね。この袋もなんかガチャガチャぐしゃぐしゃになってなくて、開けるともうこれですね。もう中言ってしまうと、エアジョーダン4の黄色いやつです。でってるー。これですね。これが入っておりました。こちらでございますね。こちらでございます。いや嬉しいんですよ、めちゃくちゃ。エアジョーダン4って定価24,000円とかするから、これがね16,000円、送料入れても17,000円ぐらいで買えてるって考えたらめちゃくちゃ安いっす。ツイッターで割とね悪く言われたんですよ。この福袋クソみてえだなみたいなのとか結構言われてたんですけど、いや全然そんなことなくて激アツです。なんだけど嬉しいんですよ。これ見せよう。ここもね、エアジョーダン4の26センチね。しかもだ、しかもだ、これが置いちゃうよ。 CT8527700。 はい、え、マジ今ねこのエアジョーダン4のこれっすよ。これ買おうと思ったらこれね49,700円もするんですよ。超得なんですよ。すっごい当たりなんだけど、なぜこれがここまで僕が微妙だなっていうリアクションかっていうと、ちょっと待ってくださいね。はい、戻ってまいりました。はい、もうお気づきかと思います。履いてます。履いちゃってます。なんで、履いてるエアジョーダン4のこの黄色いやつ、そして福袋に入ってたエアジョーダン4の黄色いやつ、まさかの福袋で、はい、2足目です。いやこれはね嬉しいですよ。多分福袋の内容としては多分激当たりだと思います。超ラッキーだと思います。ありがとうございます。なんですが、持ってるで、僕はエアジョーダン4が割とね、エアジョーダンのシリーズなんか好きで、何個かっても持ってる、高いからね、そもそも24,000円ぐらいするから、あんまり履くのを履けないんですけど、僕が持ってる靴ちょっと出しましょうか。せっかくなんで、これがね本当ありがたい、ジョーダン4のやつからこの黄色でしょ、それからこれですね。これが僕がもう一個持ってるジョーダン4のやつですね。これ履いてるやつ、これはね、オフホワイトとジョーダン4のコラボのやつで、これね女もんなんです。こんなもんなんだけど、こんな感じで、これ割とねしっかりと人気な靴ですね。これはもう結構ね汚れちゃってんすよ。で1回か2回ぐらいスニーカーのコインランドリーみたいの出してるけど、なんかめっちゃ汚いっすね。ほらめっちゃ汚いですね。これと結構ジョーダン4ついだから出そう。これもか。あとこの白いやつ、いやまさかの福袋開けてたらスニーカー紹介になっちゃいました。これですね、白いジョーダン4ですね。これもねかっこいいんだけども、白いでしょあれ、これ白っぽいから高いし下ろしにくいです。この白いのと、それからこれもね、もうほぼ言うてしまえばほぼ同じ色っす。はい、これなんだっけな、ミッドナイトなんとかっていう色っす。これがなんかこうセメントとかって言われてる気がするな。本当はミッドナイトネイビーとなんとかっていう色っすね。これとあとユニオンっていうブランドのコラボの黒いやつかな、黒いジョーダン4があります。それもね人気度高いやつで、ジョーダン4いっぱい持ってるかな。倉庫にもあと何個かあった気がするけど覚えてないんで、今度持ってきます。ジョーダン4紹介コーナーしよう。というわけで、レセプションさんのやつで入ってたスニーカーはこれです。エアジョーダン4のレトロ、ザ・イエロー、トゥアーイエロー、ダークブルー、グレイなんかもです。この黄色いやつすごく喜ばしいんだが、持って履いていたからのジョーダン4を紹介してみた。ここですね、ここら辺ですね。じゃあこの当たったやつは上置いてきます。で、ジョーダン4たちはまあこんな感じです。ちょっと見てください。はい、ここら辺が僕のエアジョーダン4のコレクションです。これがね白と黒ですね。でこれがオフホワイトのコレ
クションです。コレクションじゃない、オフホワイトのエアジョーダン4です。でこれがミッドナイトネイビーで、こちらが今日当たったスニーカーコレクションさんの靴に、ほんでこれが僕の履いてるやつ。はい、結構これがエアジョーダン4のシリーズでございます。はい、というわけで、今日はですね、レセプションさんの福袋開けてみたの、まあ、1本目です。 16,500円の方を開けてみたら、この黄色いイエジョーダン4が入っていたでした。本当にね、なんか 何回もにもなるんですけど、めちゃくちゃ嬉しいです。マジで普通に嬉しい。昨日のヨドバシの動画、まあ別に掃除機だから見たくない人は見てもらってもいいですけど、なんかそんなにね嬉しくなかったんですけど、正直嬉しいです。ただまあ持ってるって言いたい、ほんで履いてる言いたいね。まあできればちょっと違う色良かったが良かったな、わがまま言うとね。まあでも嬉しいことでしたね。本日はレセプションさんの 16,500円のスニーカー福袋を開けたら、ジョーダン4の黄色いやつが当たったでした。ご視聴ありがとうございました。 MK バッドチャンネル、動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメントは全て返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。